フランソワ・レオタールは、フランスの政治家、文化大臣、国務大臣などを歴任し、フランソワ・ミッテラン政権で、第15代国防大臣を務めた。1942年5月26日に、カンヌで、殺し家系の家庭に誕生する。歌手で俳優のフィリップ・レオタールとは兄弟である。アルジェリア戦争の時代には、これに反対し、急進的反対行動をとっていた。 その後外務省により首相官邸秘書官に配置され、1971年には省内で抜擢され、フランス国立行政学院に学んだ。フランスの求心的自由主義政党でフランス民主連合を構成する共和党に所属し、1988年から1990年には共和党の総裁も務めた。1977年によりフレジュス市長、 1980年代に政界入りした。1980年代のフランスの政界における保守政治家の新世代にあたり、フランスの中道右派の中心とも言えるバレリー・ジスカール・デスタンやジャック・シラクと比較してリノベーションマンと呼ばれた。1986年に文化大臣として入閣する。なお、この時のシラク内閣は第一次コアビタシオンにあたり、 シラク首相自身はレオタールを国防大臣に任命しようとしたが、外交、国防大統領の戦艦事項と主張したミッテラン大統領の反対にあって果たせなかった。文化省時代に公共放送局であった TF1 の民営化を担当した。1993年、エドアルバラデュール内閣の国防省に就任。1995年の大統領選挙では、 バラデュール陣営に加わった。この選挙では、保守陣営がシラク派とバラデュール派に分裂したが、選挙でシラクが勝利したため、選挙後成立したアランジュペ内閣では、国防大臣から外された。1996年に、フランス民主連合総裁選挙に立候補し、UDF の分裂を阻止する。二千一年に、国際連合のマケドニア平和維持活動に参加した、あと、 正解を引退した。ありがとうございます。